俺がバイトしてる居酒屋に来たことあるなマジで死に見たことある迷惑だけ迷惑だ普通に普通に何もしてないじゃあ取りますはい、チーズありがとうございます巻きタバコ吸ってる人ピンとこないけど自分であの葉っぱを紙に巻いてからおーの葉巻きすぎ渋いなハマカーハマカって言わんからハマカって言わんな 最後の曲何かある曲最後最後っていうか途中か途中あエンディングの前エンンディグの前こっちの曲あ音楽うんあライムスターありますライムスターあると思いますああ最近の曲とかでもありますかねちょっと探してみましょうか爆発的ってあります爆発的ライムスター爆発的ですね探してみましょうなかったらビーボーイズムでも願いしますはい上はやるみたいなってき

チョップスティックスの、えー、夜中にちょこっと橋休めはいこんばんは始まりましたね今夜は始まりましたチョップスティックスの夜中にちょこっと橋休め毎回、ね、ちょっと題名言うときにちょっとにっていうのやめてくれる見たらちょっと題名違うやつで書いてるからそうそうそうまそうあまあね ははい、はい今日も始まりましたけどそうですねまあ最初の1か月ぐらいは説明しておきましょうかねもちろんですよ、4回目ですからまだそうですね今うで、ね、1か月目ですね。ということでこのコーナーは、えー、FEC チュンドという、うん、あの僕たちが所属している演芸集団 FEC という事務所の、えー、若手芸人で。うん 月から金までこの11時間の時間帯回させていただいてるんですが木曜日は我々チョップスティックスのコーナーとなっておりますよろしくお願いしますうん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 やめるやることないだろうけど俺が説明してるからもういいだらしゃべってもああコンティニューコインが1枚入りました早いなこれって5枚だったっけどおおた来た来た3枚じゃねい。みすけさんありがとうございます3枚ありがとうございます三枚じゃなかったっけ3枚か多分そうじゃない 枚ですほら枚なんだハードルはもっと高かった3枚程度でお前延長できるわけないだろお前3枚程度でそんな変わらんけどな今3枚程度だよお金かかるのいやわかんないツイキャスの情報があんまりああ一応補充の時に課金とかかたまる式かなあれみたいな なんか一日何枚もらえるよみたいな。ああはいはいはい。そういうことだろうかな。どうなんすか分からないですけど。とりあえずありがとうございます。はいありがとうございます。あと2枚ですので、はい。自分たちで入れますから。大丈夫です。いや、そんなことしない。そんな言い方しなくて入れないですから入れてくださいね。はい、お願いします。はい、中キャスでももう早速来てますよ。早速来てますよ。あららららすらららららでらら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 んらららんららららんらんらんららららららんらんらら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  潮吹きチャンネルの皆さん、こんばんは。磯の玉です。東京は深夜、雪になりそうです。ああ<ー>、うん、じゃあ雪の部分だけ触れておきましょうか、ね。これ、雪の部分がボケってことですか <laughs> 違うだろ東京は深夜、雪にはならないのに、っていうボケいや、行かれすぎだろにしてはちょっとわかりづらいんね。<laughs> いや、そりゃそうだね。井口く君はどっちだっけ井口く君は来てないし、<laughs> 汗かきチャンネルだし、潮吹きチャンネルじゃなくて。あなた、シュプリームだから、磯の玉じゃないし。<laughs> しかも、名字にね、たまなんだね。いやいや、知らんけど。橋の橋で橋休め。ああ、ヨナミネさんですね。いつもこんな感じですね。なんて言いますじゃあ、何か返すことはありますこれに。じゃあ、もう本当に今度会った時に、ちょっと一発言っときましょうか。そうですね。ペーターさん、にゃーですね。これが一番挨拶っぽいですね。そうですね。今日、今日猫の日ですからね。マジでそうそう、にゃーにゃーにゃー、2 2 2あ2 2 2 2 2 2 2 2 2三2 知らん、さんさんさんないだろ、ないか知らんって言うとし、えー、<ノ>いけど。いやいや、あの, <laughs> あの,あのミキサーが滑るのやめてください。帰 <laughs> <laughs> ってきといて、滑るのやめてください。なん <laughs> なんだよ、マジで。<laughs> ああ、帰っていい。ダメダメダメ、流せ、流せ。<laughs>

でも1回釣り行った、2回行った釣りは。いや、知らんけど。お前釣り好きっていうことね、だから。行ったよ、釣りは。満足してますかいや、まだまだだね。あ、もう季節かな。ちょっとまだ寒いから、魚たちも動く気ないよね。太人にこもってる人間と一緒。寒い時も魚は動く気ないみたいな。そういう感じと一緒だよね。しかも沖縄だし。ああ、まあ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 。 そうね普段暖かいから寒かったらやる気出ないのかなななのか沖縄の魚たちもね、どうにかなってほしいですけど。あじゃ釣れなかったっていうこと釣れ釣れはしたよ。釣れはしたんですかそれは良かったんじゃない上手だから一応。腹立つな。釣れはするわけ。知らんけどさ、お前がやってるのはそんな見たことないから。ちょっと気になったんだけど、声のトーン低くね。いや、だから、だからマイクに近づいてしゃべってる。だからもっとより気を立てただろう。 あげていこう。ああ。思いか感じいうな。みたいな感じで。あそんな感じで。もでもこいなイメでしゃべるといいかもしれないね。いやいやいや、無理でしょ。どんなイメージなんすかそれ。もっとね。今日のさ、いきなりなんだけどさ。今日今さっき、あの、お父さんお父さんが、あの、炭酸飲料とポテチカてィてたわけよ炭酸飲料は何 あのシーシーレモンあ、シーシーレモンうん買ってきてたわけねうんしてで、お母も同じの買ってきてたわけさうんうんうんなんでかなと思ったらうんなんか音が昨日、あの、お母がうん、その、なんだろうポテチとか炭酸飲料欲しいなって言ってたからうん、今日何も言わないでしれーと買ってきてあげてるわけようんちょっと、そういうのいいななんかその話うわ 今のなんか言いたいことあるみたいな最初雰囲気だったさ <うん S 1> 無視しればよかったそれちゃんとしゃべらさんければよかったちゃんとあのいい夫婦でしたね <うん S 2> 全然面白くない話だ全然面白くない話だえやいやラジオって別に面白いこと言わなくてもいいやつでしょ <laughs> <laughs> だ、で,で,でも違ういや、多分月から金までのコーナーで別に面白くない人たちいっぱいいますから。確かに。<laughs> やめろや。ヤガホロシロ、俺が暴走した時は。<laughs> シュプリームさん、フィッシングエンジョイクラブに出てなっていうこと。あ、まあ、まぁ、一回出ましたよ、たよね、実は。一回出てますよ。なんか、どこがギノアンの時ので出ましたね。はいはい,はいはいはい。あの時は何かな、イラブチャーとアーガイト。 って感じだったからサヨリとっていうあー。まあまあ、ママつってるやんすか、うん、あとメッキとって。いうっいめっちゃつってるでしょ。お前種類は豊富だったね。え、じゃあ他に出てた人たちは、まさきさんかな。マサキさんはサヨリ。はいはい。つってたかなあ、おい、1>, 1匹いや、うん、2匹とかわかんない。1>, <ー>1匹とかだった覚えがある。他に人いた、うん 帰ったわけその時すぐすぐ帰った午前中ぐらいで帰って午後から金城さん来てたけど金城さんはどんなかな釣ってたかな見てないいないから一応釣ってたと思うあそうなんだ金城さんはあれでやってたあのシーフードミックスみたいなあるさコンビニとかで売ってる冷凍のはい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 人間が食べるやつエビが入ったとかそう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 あれで釣りしてみるみたいなことやってたすごい普通にあたりあったよこの魚がついてたようん ええー、共食いするんだね。トモグイかもか。まあまあそう、そっち、トいだよね、同じ人類の系のことだで、ね。同じ人類の系のことってなんだわ。<laughs> 人間がサルクー的な。あ、まあ、まあ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 、系統、系統的系統一緒っていう話よね。うん、ああ、確かにね。うん、はい、というわけで、ヒガリオトがチンチンって言ってますけど、どうしますかあ、何ですかチンチンって。え <laughs>、ね、分かるだれ。何ですか いや何歳だこれ入れときますじゃあどういうことタイミングよくね入れとくって入れといた方がいい放送禁止用語の瞬間僕が押すので大丈夫ですよ何言っても大丈夫ですじゃあじゃあもう今日が出ようとカコメントでチンチンって言ってえおせえやおせえやきついきついなんでおさんばや 今押すことじゃない。今何も言ってんだれ。んで今のタイミングで押すのうわ、難しいな、これ。これな。難しくないでしょ。リズムゲームやろうな、じゃこれの練習のために。リズムゲームこれの練習のために。リズムゲーム始めような。やめとけよな。おすすめのリズムゲームあったらね、教えていただいて。いいだろ、別に。じゃあ、ツイキャス見てる方の参考になりますから、僕はやらないですよ。や、やらない。やらないですので。じゃあ、やらすな。 探させんはみんなに。はい。何言ってるかわかんないですけど。いやがる、いやが一番悪い今日シュプリムさんが止まらないですね。今夜のゲストは女村のスーパースターカエリさんでは？ああ本当に。カエリ呼んでも多分ね二人の方が盛り上がるとか。カエリね最近あの面白くないっていうこと気づいたんですよ。あそうなんですか？そうそうそう全然面白くないよね。あの。 水曜日の放送も多分見たら分かると思うけど、帰りはそんな面白くないですかそうなのははいい昨日見てないけど、昨日見たおとといは見たね。おとといおととい見たんだけど、火曜日。ああ。火曜日見たんだけど、デンジャラスナイト。うう違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 う。あのあったんだけど、帰りと。全然面白くなかった。相変わらず、相変わらず。頑張っていじってるんだけど、全然面白くなかった。ジョートはちゃんと伝えといてね、帰りに。面白くなかったよそうなんだ。 帰りを面白くするにはどうにかしないといけないですよね。うん、ええってよ。そうですか。選手選手ですか。紙介<会>。ええー。YouTube でちょっと見てみよう。見てみようこれで面白くなかったらあのキャンさんも面白くないっていうことになるけど大丈夫ですか。<laughs> おキャンさんは最初の太陽さんさんのくだりで面白くないから、ね。<laughs> 明らかに明らかに面白くないだろうここから上げていってもらわないとねどんどんねそうですけどはいなみねさん質問ですが質問ですはいはい質問答えましょう答えよ ANA はアナい JAL は JAL ですよねあ JAL は JAL なのに会社ねななぜはじゃいんですかいやそれは社長に聞いてください絶対聞いてくださいよそんな気になるんだったら絶対電話でお問い合わせしてください いやこれはあれですよなんか何かの定理とか何とかの定義とかと一緒ですよねどういうことですかあのなんでこうなのって言われたらおしまいなやつあああ確かにねですのであんまふざけたことは聞かないようにしてくださいはい怒ってます静かに怒ってますよ絶対聞かないでください他の人は絶対やらないでくださいこんなことなんか言いたいことありますいやいやそんな言い方やめてよんかありますじゃあもうちょっとねそろそろ 進めていきましょうか言いたいことない言いたいことは別にないなないもう,う <ん S 2> ああじゃあ劇場の振り返りとかもないあやるかじゃあちょっとねとりあえず土曜日にね僕たちの FEC 僕たちが所属してる FEC という団体の,あの定期公演がありましてありましたよお笑い劇場 <laughs> 今月はあの学芸会ということであのまー,ーちゃんさんが演出してくれてね <うん S 1> あのお笑い米軍基地とか手がけてるまーちゃんさんですよ<そ>うんいや使かったね 熱気がすごかったねみんなのめっちゃ疲れたねいやでもそんなに出てないからね俺なんかはまあでもその分道具だしねやらされたからねめっちゃ疲れた小道具とか多かったじゃんあのでっかい道具系がねしかもリハとかでもいっぱい動かしたからああそうそうそうねリハからずっとやってたもんなその分俺なんかもまあ同じぐらいは疲れてるのかな まあそんなどうなんだろうねまあ1年目だからそんなに出番はなかったんですけど <laughs> まあでもそれなりにいやだからそのみんなでボディーパーカッションしたんですよ最後ねで知らず知らずのうちに僕も動きが大きくなってましたもんねどういう意味あのツイッターであの FEC のあ,のあれかなマネージャー陣がやってるのかなツイッターで動画上げられてたんですけどそれ見たら俺動きでっかかったですもん そううでもないいだろやお前動画見たあれ前に比べてってことじゃなくてそう前に比べてだろじゃあだからみんなと誤差がないぐらいの動きになってたってこと本番よ。いやもう練習とかの時お前やばかったもんじゃあだから俺あれマジでよ思ったんだけど自分が思ってるより動きってちっちゃいわけさそれが分からんかったわけよまだ。 で普通にやってたらみんながやばいやばいって言ってリハの時も上から見てたアキラさんと、うん、あのパーラナイスーらないのアキラさんとゴリラコーポレーションのユウスケさんがお前ちょっともうちょっと頑張れって言ってたからやばいんだと思ってで桔平さんがその稽古の動画を上げてたわけ、うん、ツイッターでそしたら俺もうめっちゃちっちゃくて動いてマジでマジでしかも楽しくなさそうだば<あ> <laughs> いや楽しくはないけど。<laughs> <laughs> いやいやいや、楽しみだろ、一応。いや、だって必死ですからね、忘れないように、そこは。頑張って必死にやってるから。にしても、まあ、これは、あの、親に言うべき、お前の親に言うべきかもしれないけど、顔がなんかもう、へんみたいな。集中してたら、そんな顔になるわけ覚えてんかったからね、あは真剣に。口とかも閉めたほうがいいと思う、集中してるときは。いや、もう、それはもう、鼻詰まってるから、口呼吸になるでしょ、頑張ってたら。知らず知らずのうちに。うん。そうで。 そんぐらいだから動きが変わるぐらいの熱気がみんなから出てたんですよああそういうこと伝染したってことそう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 みんなの熱気がねどんなでしたかお前はあは僕あのテスト期間でねあんまり練習できてなかったんですよボディーバーカッションに関しては直前まで直前までずっとやっていやまあまあまあそれはお前が悪いけどあ違ゃ違ゃ違ゃ別にだから別にあれとは言ってないけどだからめっちゃやってうんやつよねもうやばいよね それもあるよ、お前の疲れは。それはないよ。道具出しの間にさ、<習>ずっとボディーパーカッションやって、俺は道具出しして、座って出番あ、次の道具出し待ってっていう感じだったけど、お前ずっと立ちっぱでずっとやってたさ。おまあ、そうか。まあそれの疲れもあるんじゃないやっぱ本番の疲れは。 わあうん、疲れのゲージが見えたらいいですけどね <laughs> 何でマイナス 5, 5, 5体力とか <laughs> 何でマイナス10体力とかつけるのが近い時めっちゃ焦るだろうそうそうそうなんか栄養取るか寝るかしてから体力しないといけないっていうのがこれが目に見えて分かるようになったらいいですけどねっていう話で落ち着きましたのでコーナー行きたいと思いますいコーナーの前に CM 行きましょうか、はい、では CM お願いします,お願いします

嘘ええ、嘘嘘嘘ええ,え,えこれ、始まってるいやー、まだ始まってないんじゃないいや、始まってるだろチョップスティックスの夜中にちょこっと箸休めポピーポピー、<laughs> ピーまだ入ってるんだ <laughs> はい、というわけで CM 開けましたけれどもはい メールが1通来てるそうでそうですよはい読んでいきます。ますナートムリアンさんですねいやもうごまかせたと思ってんのそれ何がですかめちゃくちゃ噛んでたけどねナートムリアンさんですねはいチョップスティックスのお二人こんばんはこんばんは先週の土曜日お笑い劇場楽しかったですはいお笑い劇場が長いのははたあげ婚以来ですあそうだねああまあそうですね今回は長かったですね今回に比べて最後めっちゃかっこよかったですああありがとうございますまーちゃんもまーちゃんも面白いですね呼びみんなまーちゃんさんってちゃんつけてくさい。まーちゃんも面白いですね マーちゃんさんいですからねやめねお前作っとくからな必ず作るからなお前いや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 いいや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 いいやいいや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 いいやいやいい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 い さあ企画じゃあ参りましょうか一、はい、つ目の企画いうでは一つ目のコーナーいきましょう「目指せこう園はいはいというわけでこの「目指せこう園というコーナーはですねあの片方が 難しい単語を持ってきてそれを知ったかぶりで説明するということですねはいいやだからもう今回もね4回目ですね4回目1回目からちゃんとやってますからねそうですねうん欠かさずやってますからね毎週そうなんですよ2単語ほど毎週ねやってるからね2単語時間も今日はねオープニングちょっと長かったんでそうだね時間も見ながらやっていきましょうかねはいそうですねじゃ今回もが知らななそう単語 持ってきましたたじゃあ行きましょうか早速ねはいでよ行きましょう1問目はいピクトさんいやだからまあまあでも難しいから人の名前っていうかまあまあピクトさんあでも全員が見たことあるねピクトさんピクトさんああ分かったそうそうそう 分分分かかかっっったたたうんピクトさん分わかるよ。ピクトさんうんそういうピクトさんっていうのはそういう人種の人のことを言うんだけど。ああはい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 。はい例えばだから何かあるたびにピクッとする人。なんか例えばおおお久しぶりピクッピクッピクッピクピクッとするに反応する人ってことね。例えば何かいろいろやってみてか挨拶でもいいしなんで。久しぶり。おいピクッ。ならんなら。ならんなら。っていうのがピクトさんの一応まあ。 始まりなんだけど始まりこれがピクトさんの始まりだ。わけピクトさんの始まりはこれ。ああ、ピクトさんの始まり。始まりってなんなの始まり今はどうなってんのこれがピクトさんの始まり。始まりってなんだまあ時代が流れるにつれてピクトさんの定義も変わってくるわけです。はいや分わからんけど。ピクトさんはできたとこのピクトする人がピクトさんって呼ばれてたんです。って呼ばれてたんだ。今はどうなってるとか。 今どうなってるかは、分からんと思うさ。ああ、分かに分かるわけよ。分かるんだ。あの、ピクルスあるでしょはい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 。あれも、関わってきたわけ、今の時代になる。え、今の時代になるとね。ピッツォさんが、結構多すぎて。はいはいはい。なぜかっていうと、それがピクルスのせい、ピクルスのせで。なんでなんで。ピ、例えばさ。マックで。はいはい。ハンバーガーとか、チーズバーガー頼むでしょう。あ、か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 、作ってると。きに。途中で。か、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 か。途中で、ピクルスが。不意に。 来てからちょっと酸っぱいってのさ、<ああ S 1> ピクってなるさ、それに関それによって起こるピクトさんが多かったわけ。はい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 。だから今の時代のピクトさんはもうピクルスオンリーのこと。ピクルスオンリーのこと。ピクルスによって起こるピクットが。 あのの原因のこと <laughs> ちょっと意味が分からないですけど <laughs>、あの、意味が分からないんですけど、<laughs> 全然うまく締めたみたいな締め方しましたけど、全然意味が分からないですね。今回当てちまったか。いや、当たるかい <laughs>。ついに4回目にして当てちまったか <laughs>。い,いや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 全然当ててないから、ちなみにあのツイキャスの皆さんも考えてください,いや、分からないですよ、ツイキャスの皆さんは、どうせ。<laughs> <laughs> はいじゃあもうそうそう答えいきましょうかピクトさんインドネーションは合ってんのピクトさんで当たってるんじゃないピクトさんとかではないピクトさんは山の名前みたいになるから違う違う違うピクトさんピクトさんねあのピクトさんの答えはですねあのあれって緑色の人だっけ白色の人じゃなくていや白いドアに緑色の人が駆け込んでるああ ピクトさん…あれはピクトさんという名前ですね。ピクトっていうのはピクトグラムから来ており、絵文字絵単語という意味だそうです。ええ。ええ。じゃあこれ日本でできた言葉ってことなんじゃないですかね、たぶん。ミスター、アメリカとはじゃあ標識が違うのかな、外国は非常口の。ああ、どうなんだろう。そ名前つけようと思わないんじゃ、まず。ええ、そうなんだ。すげえ。ええ、そうなんだ。へえ。 じゃあもうアメリカとかではミスピクトとか呼んでるのかなミスター・ピクトとか呼ぶかなでしょうもそれしかないよね。わからんけどさそれは。ヨナミネさん、キムさん、キムさん家にとって聖地ですよねペクトさん。ペクトさん。ごめんなさいよくわからない。キムさん、キムジョンイルですね。ペクトさんっていうのはどういう意味ですかカッコ、シラカミさんって書いてますね。ちょっとごめんなさい、わからないです。ごめんなさい。 はい、はい、かわいそうですねそういうコメントはあの開始4週目にして見捨てられるっていうボケをいい最悪の場面にしても分かりやすいボケに徹してください,いもう分かりやすいですけどねもう見,はす見放されたのでもう山峰さんがどんなボケしてもこいつは分かりにくいと判断してるのでいやいやこれは分かりにくいでしょ気を,くい気をつけてくださいねペクトさんが分からないもんだって <laughs> まあそうですよね、うん、何言ってるか分かんないよ <laughs> マジの何言ってるか分からないようですけど。本当に分からないんだもん。はい、はいじゃあもう。ペクトさん。ペクトさんだったっけペクトさんね。ペクトさんか。はいはいはい。じゃあもう、どうしますか何が ?2 問目。2問目いきましょう。はい、じゃあ、え難しかったなペクトさんは全く聞いたこともなかったもん。えー、どれにしようかな。いー、何でもいいよ。あ、じゃあ、1、2、3のうち好きな数字いってください。2! じゃあ、2。 はい、じゃあ2番目のこれを選びましょう。いきます、じゃあ2問目。はい。ベイカー・ベイカー・パラドクス。い <laughs> やい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 やベイカー・ベイカー・パラドクスね。はいはいはい、まず2単語連続で続くことってあるこのように。<laughs> 太陽三三ぐらいだよ。<laughs> いや、あるある,もっとある。<laughs> 2単語連続で続くこと、ね、<laughs> <laughs> さっきのね。さっきのね。と 何だったっけベイカーベイカーパラドックス。ベイカーベイカーパラドックス。ああ、ちょっとでもあれね。ベイカーベイカーパラドックス。やも見当もつかない。ベイカーベイカーパラドックス。そこを説明するというあれですから、企画ですからね。 毎回僕もわからないものを適当に説明して。わか,かった、わ<れ>かりました。ベイカー・ベイカーパラドクスあの、思い出しました。僕の,あの引き出し、肝臓の奥にありました。し肝臓に引き出しるんだよ。肝臓の奥の引き出しに入ってました。ベベイイカカーー,カーああ なんけパラドックスってんったらハイテンヤシやしハイテンヤん。ハイテンヤシやし今出てくる途中だったから。だ出てきました。まずベイカーベイカーの部分に分けます。ベイカーベイカーっていうのはバイカーがちょっとなまってベイカーベイカーバイカーベイカーバイカーベイカー。でパラドックスでしょ。でパラドックスっていうのはなんかそういうなんかパラダイムってこのなんか。 的なととこころがあるのででどううういいすかも一回言ってくださちょっと単語的にこのなんていうんですかパラドクス的なこの宇宙的なこの感じのイメージがあるので僕のパラドクスねだからそのベイカーブレイカーっていうのはバイカーによ起こる現象ですねああバイカーがバイク乗ってる時になんか起きる現象みたいなですねですねで具体例を挙げるならバイク乗るじゃないですかあははいいまたがるじゃないですかはいはい 進むじゃないでまあまあ普通に普段の生活を過ごすわけじゃないですかで普段の生活って椅子座ったりすることあるでしょその時の座る姿勢が全部バイクみたいになるっていや並んだるパラドクスですねそんなやつ見たことないや椅子とか座るときもだから背もたれを前にしてこの姿勢で座って知らん知らんやつですねそんなやつ見たことないそうそうですねそれですねそれですじゃないだろであとだかの具体例でいくとなんかこうやって あの右と左どっちみたいになのあるさ手に入れて隠して右と左どっちに消しゴム入ってますかどっ,どっちどっちどっちみたいになるじゃないですかこれの時にブーンっていっちゃうってやつもうベイカーベイカーパラダイパラ,パラドックスですね最近バイク乗ってるけどそんなこと絶対ないから <laughs> 今からだよそんなそんなすぐは書かなかいよ <laughs> いやいやいや,いや そんなに、そんなにベイカー・ベイカー・パラダイム、パラドックスを甘く見てもらっては困るね。え、お前、お前、分からないから噛んでると思ったら、困るねの部分噛んでるやし。うんうんじゃないだろ。ね。多分おかしいのか、お前。はい、というわけで、皆さんもどうでしょうか、分からないんですかね、コメントをきてないということは、ベイカー・ベイカー・パラドックス。何ですか。では、意味は ある人の名前がどうしても思い出せないのに、その人にまつわる他の周辺情報については詳しいことまで思い出せる。非常にもどかしい状態。<laughs> 今の話聞いてる時がもどかしかったわなあってまだ来るかみたいないやだからあいつ名前なんだっけなって思い出せないんだけどあいつの周辺のことは覚えてるっていうあのトイレでもんこ漏らしたやつだろとかそういう感じのそんなやつは多分名前覚えてるけどそういうことでお姉ちゃんが「なんとかの」みたいな「あうそうそうそう」とか「どこどこでバイトしてる」とかは出てくるんだけど名前だけ出てこないみたいなベベイイカカーー パラダイムっていうの、パラドックス。あ、パラドックスっていうの。やば。どういうことも。ベイカーベイカーなんで？あ、あ、なんだろう、なんだろうっていうことかな。ああ、ど、ーマンのかベイカーベイカー。やばいのよくわかんねえ。いやまあまあよくわかんないこと。謎い。やそれやめねえ。謎い。ハロタツ。語源が謎い。語源とかあんま気にならないだろ。謎いな。でもそうなんだ。そうね。ベイカーベイカー。やっぱなんか世の中の。 自分が体感したことある感情とかっていうのは全部多分この言葉としてなってるねああそうかもねうん探してみよう今度まああんまり現象がないんだけどあのあったさ急にうってんか寝てる時にどっかから落ちたような感じになるあはいジャーキングそうジャーキングとかもあったさあんな感じでやっぱいっぱいあるのかなあるんだろうな気になるのとかなあるんだね緊張した時にんかどこかを触ってしまう現象みたいなとかもあるはずあるかもねあとなんか なんか虫とかに刺されてないのにどこかが痒くなる現象とかねああとかねそうでもあの現象<ー>その時に書いたらダメらしいん、うん、そ,そこを書くことによって他のところに刺激がきて他のところも痒くなるってうわっ怖っらしでその現象も多分あるんだろうねあー名前がね余嶺 <laughs> さんからゲ,シュ,ててゲシュタルト崩壊ってきてるあゲシュタルト崩壊って何 何だっけなんで東ドイツと西ドイツんかあれだ違う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 違る違う違うじう違う違う違う模様をずっと見てたりとか模様をずっと見たりしたら動いて見えるってことですか動いて見えたりこれ線が入ってるように見えはい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  この崩壊かないろいろ使われてますよね。すげえ。ええ、聞いたことない。あ、本当にベルリンの壁崩壊しか聞いたことない。バカかお前さっき。バカかお前それ聞いたことある、それ。でしょうんそれだっけそれしか聞いたことない。それ語源とかじゃなくてもいいね。ええ、見たら分かるよ。え見たら分かる。壁が崩壊してるな。あ、そういうこと。 あれでそれでなんか動いたり見えたりしはしない <お前 S 2> <laughs> やばいんだろそれによってゲシュタルト崩壊が起こったりはしない <laughs> あしないしないか壁が壊れてるだけなもんだってあ,、はい、あれでこれでとかあんま言うなよラジオなんだから <laughs> 出てこない気持ちはわかるけどいやいや日本語の曖昧さのこれがあれですよえー、やめなよ <laughs> <これ> <laughs> もやもやするな <laughs> はい 最後締めとして、ヨナ峰さんが僕は最近、理性崩壊してますということで、分かってます、分かってます、崩壊してないのに、こんなコメントされたら、もう崩壊されてないでこれでしたら、僕たち崩壊してるのかなと思いますもんね。ということで、いい感じで締まりましたので、ここでもう一回 CM いきましょう。はいどうぞ キャスイン2つですか、ね、あ<ん>もう一応もう一回はたまった、ね、あ本当だあほんとだ30分過ぎてるんだ<当>そういうことねもうたまったんだはいそこ下行きすぎだろうんうんおざとおざとおざとま4ん4回目って一番微妙な回ですねなんか5とかだったらね <laughs> まあままああ6回目も微妙だな。え偶数が微妙ってお前やばいぜ。いやでもそうでしょ。5と10とかは。5、10は知り感があるから。6、4はちょっとね。で7はラッキー7感あっていいさ。いや7なんか一番嫌だな。嘘。数字的には好きなんだけど。キャップストックスら夜中にちょっと走らする。

朝じゃないんだからラジオ体操とかしなくていいわ別にそうですかえー、してるしてる <laughs> 今から結局に目覚めちゃってものずっと寝れなくなっちゃうかもしれないね、えー、いやあんま目覚めないけどなあれラジオ体操うん俺夏休みとかちっちゃい頃えやるなやるな <laughs> ずっとミキサーのキャンさんがやってるいやラジオ体操冷めるだろ動きちっちゃいからだよ ちっちゃいからだよ、絶対。違うもう眠たいまま行くから終わって、あめ玉とかもらってすぐ寝るっていう。やばいだろ。やばいのは、飴玉食いながら寝てることだよね。食いながら寝てはいないだろう。<laughs> 食ってから寝るからね。もらってから寝ただけだよど。うなってるだろう、口の中で。なろうっていうのお前の口の中気になるわ。<laughs> はい。 はい、ということで、もう CM も開けましたけれども。じゃあもう続いて2個目のコーナー行きましょうかね、早速。ああ2個目のコーナー。はい行きたいと思います。はいはい、では2個目のコーナー、はい「チョップスティックス予備校」はい。 はい始まりましたね、このコーナーですよ。はいはいはい、そんなコーナーナもありし、ね、皆さん、お待ちかねのこのコーナーじゃないですか。全米が待ってるって聞いたんですけど <laughs> 全米聞いてない11人しか見てない。<laughs> 全米が11人で収まるかも今日はもう監督サッカーの気分でやりますからね知らんけどちょうど11人ですから十一人が見てるラジオのこと別にサッカーって例えられないけどサッカーラジオということでやっ全然だおサッカーリスナーってことですけどいやもういいよもうサッカーは早くずつけあこのコーナーはですねこれもですね先ほどのコーナーと同じようにどちらかが問題を用意しますはいはいはいここの問題っていうのが中学校とか高校とか大学受験の のの時の対策でやったような一問一答のような形式で出して片方が問題出して片方が答えるということですねはいそういうことですよこのコーラーはいいですね一問一答答えるというやつですよまあまあまあでもね このコーナーにで言ってもねですか即興性がためられ試されるもう今試されてませんし、ね、もう今もうフー <laughs> でしたフーいやいやいや,いや即興性が試される企画ばっかりじゃないですかそうですよいやだからね<う>言っても慣れてきたとかあんま関係ないんじゃない <laughs> ああそういうことね,ねその日その日のやっぱコンディションによって本当にその日その日のコンディションってあるんですよね意外とあ,あるんだよなびっくりした京都人だもん <laughs> <laughs> あなあ <laughs> なんなら一回目の方が饒舌だったかもしれないあーたぶんねぺちゃくちゃべちゃくちゃべちゃくちゃ喋ってたかもしれない今ぺちゃくちゃすら言いづらいもん汚いなお前もうぺちゃくちゃすら言いづらいもう聞いた <laughs> 聞いた返事してないけど聞いてるあのちなみにねそう今日一回目と比べてぺちゃくちゃすら言いづらいおい、はい <laughs> いよー勘出てるしぺちゃくちゃ何回も言わんくていいばそれもう問題欲しいですか いやそんなそんななんか SM 上みたいな言い方今日は僕が欲しいのかみたいな問題欲しいですかえまあまあまあそろそろ問題欲しい欲しくなってきましたけどまあまあ今日の問題でも簡単なんでねいやまあまあまあ簡単じゃないと困りますよそうですかいやいやある程度難しい問題出されたらリアルに分からなくなるからボケづらいですからねはいはいじゃねえはいということでじゃあいきましょうか第1問 いいよ言っても言わなくても、うん、第一問はい言わんばや, <laughs> えやいけやいきたいと思います、はい、第一問、えー、漢字や仏教を伝えた朝鮮や中国から移り住んだ人々を何と言いますかはい、はい、あもう一度呼びます漢字や仏教を伝えた朝鮮や中国から移り住んだ人々を何と言いますか移り住んだ人々ね何と言いますかいやあのー あれですよね。だから移り朝鮮とか中国あちら辺から移り住んできた人っていうことですよね。そうです。要はなんと言いますかっていうことです。あの違法滞在者、あの不法入国した、したわけですね。うん。正解。そうそうそう。あの国がきつくなって。 ちょっと日本がいいなと思って。脱北、脱北です。脱北、脱北でしょ,脱脱脱国でしょう。脱北、脱北ね。北朝鮮は脱北って言うけどね。脱北でしょ脱北っていうことでしょうん。要は、だから、あの、あれですよね。あの、日本になんか文化を教えるっていう建前やっとけば。うん、別に違法でも大丈夫だろうと。そう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 。そういうこと。<で>そういう、うん。うん、あの、遠い海をね。 渡ってでもなんかやっぱその国から脱出したかったんでしょうね朝鮮や中国ははい理由が理由が浅はかですねいや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 まあそういうもんですけどいやでも本当にねリアルに言うとこれあの分かるんだけど出てこないな名前が渡来人答えは渡来人です渡来人か。 あのシュプリームさんがチャレンジャーかーって言ってるけどそういうことですチャレンジした人たちトライ人いやーしょうもねー、うん、トライした人しょうもないやつらがなんか分かち合ってるわ <laughs> ボケをいや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 しょうもないボケがこの世からなくなったらどうなると思う どうなるんだろう世界崩壊するよマジでこれ真面目に言ってる真面目に言ってるこのしょうもないことがないことでしょうもない笑いが起きないわけでしょしょうもない笑いが起きないってことはもう1割もう何なら3割くる5割って言ってもいいんじゃないかなしょうもない笑いでしょ好きな人なくなってごらんはいなくなって世界が不幸せになるよ不幸せ絶対に 絶対にね。絶対にね。絶対にね。絶対に不幸せにら絶対にがなんか、ナイキみたいになってるわ、手が。絶対にね。いいよ、もうそれ。それ、いいよ、もう。だから、このしょうもないっていうのは大事なんですよ。えいいよ。しょうもないの必要性について語らなくていいはい、じゃあ、レポート明日までに書いてくるのでね。えいいよ。そのしょうもないの必要性に関するトでコメンするの。でさんの時ええ、邪魔だろ。の読むか。せめてメールにしてあげるよ。 キャス邪魔だろドワーンってなるから <laughs> 全然できないなーってなるからスクロールができないってなるからね無駄の大学生発揮しなくていいよですまあねはい漢字仏教を伝えた中国から伝え中心国は朝鮮から伝えたいやばいちゃんと答えはちゃんと言ってよ答えはまだ言ってない問題ですから,ああだから答え言うときはちゃんと言ってよ <laughs> ででしたってことですね続いての問題いきたいと思います。はい、次の問題ですね。まあ、なかなか分かる人は分かるけど、分からない人は分からないですね。マジで聞いたことある人は聞。もも普通のことしか言ってないけどね。<laughs> どの問題でも分かる人は分かるし、分からない人は分からないですけど、ね。違う、聞いたことあるとか言うのもない かもしれないってことですね。ああ、じゃあ聞いたことある人と聞いたことない人もいる、いそうっていう。そうそう微妙な問題ってことですね。小学生とか中学校の先生次第ですね、これは。ああ、はいはいはい。では、2問目。源義経。義経。弟の弟。頼朝の弟ですね。の幼少期の名前といえば。チックタック、チックタ義ク、チックタック、チックタック。義経 <laughs> そんなにセ <laughs> ルフなのこれ <laughs> 音楽でつけない普通 <laughs> ああ <laughs> 疲れてるやし <laughs> 疲れてるやしやいやそれいらなくてもなんか喋りながら適当に考えるから大丈夫ですよ <laughs> 義経の幼少期の名前ってことでしょえ <laughs> 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 もういいやもうん会話して俺が聞いてるんだから義経はだから弟の方ですよね、うん、弟の方です そうそうだからあのおあれあの名前ですよね何幼少期の名前はい吉津の名前ははいあの頼朝ジュニア頼朝ジュニアっていう名前だったわけよ これ本気で言ってますそうそうそうやり直しますいやいやいいやり直さないいいいいやり直さないうんもうもうもう出てこないもうこれはそんなもんだって昔の人の名前の知らんがな昔の人の名前でジュニアってつけるかなあそうそうそうなんだよねそこら辺がやっぱりその義経が嫌われる原因になったというかじゃあ頼朝のせいで義経は嫌われたんだあー違うよやん頼朝ジュニアって誰かがあだ名つけたわけよでそれをなんか言いふらしてから俺名前よを頼朝ジュニアだぜって らしてたわけさしたら頼朝が「ちょっとあいつ俺の名前使って生きてるな」ってなってから怒ってから義経殺したわけよああそういうことか義経って殺されたんだよ頼朝になああそうなんか周りこのなんていうのかな一応直接ではないけど的な感じじゃないそうそうそう暗殺みたいな感じねはいそういうことねえっと答え的には「罰」ですまだろうな 答えは0点です。え、0点はいいだろうボケの点数を発表したいと思います。ドゥルルルルッティン、35点まあまあもらえたな。 赤点ギリギリ回避できたかいいギリギリ赤点ではないかなっていうところですね今のボケに関しては何か質問もありますか解説の大城さん俺解説だわしかも俺が答えて採点されて俺が解説するわはいそうですがはいそうですがじゃないだろどうですかいやもうちょうどいい採点だと思いますけどですねじゃあ答えいきたいと思いますもうチュイキャスやめねお前どうなってる場合あのカチュイキャスの方は言ってますけどあれですね牛若丸ですね ああま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 あ。それは分かってかもしれない。ねしわかまるでしたね。でしわ牛若丸もう一問いきましょうか、ささっと。ささっとはい。どうぞ。もう一問。これも歴史からの問題です。ああ、歴史得意ですよ、僕は。さっきから2問連続で歴史ですから、3問の歴史答えてもらいましょう。行きましょう。紀元前4世紀頃から、紀元前3世紀頃までの時代を何時代と言いますか紀元前が入ってきた時点で歴史とかじゃないからね。いや、歴史ではあるだろ。 紀元前。紀元前ってことはだいぶ前だから分かりました。あれだ、紀元前ってあれだよね、問題からはそれるけど紀元前ってどういうことか分かる前からないのはいはいはい。あれだ、クリリンが使う技だよ。紀元前それ。それ紀元前。紀元前の話。あ、クリリンが使うのは紀元前。今は 今は平成時代。今は平成時代。問題は問紀元前。ああ、そっか。ああ、そっかじゃないだろ。やるか、邪魔してくんない。ちょっと今、気になったんですけど、ツイキャスでシュプリームさんがガラスの少年時代。ああ、もう、やめてすんなの。4世紀から3世紀頃までは、みんな、誰しもがガラスの少年時代知らん、知らん。それは。少年じゃないやつもか、それは。ちょっと面白いですね。面白くないだろ。 歌うな歌うな三加型ミキサー三加型ミキサーがずっと歌ってる <laughs> じゃあ大陸さんあなたの答えも聞きましょうかはい紀元前4世紀頃から紀元前3世紀頃までの時代を何時代と言いますかはい,は,い、はい、はい「ジュラシック・パーク」ですねこれはあの紀元前って聞いたらあの大体あれですよね恐竜いそうですよねなんか なんかやっぱ恐竜いそうだから、なんかジュラシックパークみたいな。そういうところから、あのジュラシックパークっていう映画も、なんか撮ってるみたいですよ。シュプリームさんの勝ち。意味わからんだろ。意味は。意味わからなくていいじゃないですか、ゴーニングじゃね。意味わからんだろ。はい。よなみねさん、少女時代。ああ、はいはいはい。そうですね。じゃあ、僕が点数つけていきたいと思います。ええ、まず大陸君の点数。ドゥルル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 。な、なんて言ったっけ、答え。ええ、もういいよ、もう。 ジュラシック・パークだが、ドいルル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 ルピン、45点です。さっきより上がったよ、まあまああげますね、今のに関しては。は立つはい。シプリームさんの点数、ガラスの少年時代、ドゥルル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 ルあ。ルル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 しルル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 るルル 考えれよ、お前、世南峰さんの気持ちも採点されなかった採点されそうって思ってるがドキドキしながら待ってただろう。そんな犬みたいな待ち方はしてないだろうけど、ですけどね、今日は三問やりましたけどね、新しい知識というか、ボケ力をもうちょい寄せしていきましょう、みんなでね。はいはい、頑張りましょうよ。ということで、まず曲いきましょうか、曲はいきましょう。じゃあ、何ですか、曲では。い何ですか

ちなみにこういういるんですに喋けてあそんなし喋ってるんだそうだから今日喋らないのかなと思ってたよ、えーえー、いやいやいつもそうだっけなと思っていつも一週間喋りだしてるからそうそうそう一週間喋りださないとあれですね忘れますね <laughs> はいということでかあこちゃんからアフリカ大陸ってどこって友達に聞いたからドン引きされました確かにどこって 分からないよね、今。今、どこって言われたのあ説明できない。どこ的にはな。説明できない、今。確かにな。それはどこって意味ではないと思うけど。説明できないんだけど、アフリカ大陸どこにあるか分からない。やばいだろ。それはんだろう。やばいだろ。アフリカ大陸、世界中で。えー、中学生なのかな。にしてもだな。まあまあまあ、そのね。 アフリカ小学生くらいで分かるのかなもう今はいやー分からないんじゃないさすがに分かるんじゃない中二ですってかあこちゃん勉強してください<笑><笑>ね今から受験とかあるからねそうだよ受験勉強して中三でしょじゃすぐ分かるはずだからそこはもう受験勉強で取り戻してくださいそう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 ,そう、はい、アフリカ大陸はん、ね、そうどうだろうえー、でも6個大陸って6個だっけ6個 ?6 個だっけ ああそういうことアフリカ、ユーラシア、アジア、オセアニア、北アメリカ、南アメリカ、6個。ああ、南極。7。オーストラリアはオーストラリア大陸。オセアニアって言ったアジアとオセアニアって分けよったから7で。アジアってないんじゃないオセアニア。アジアなかったっけああ、じゃあ6です。 <laughs> いや…あることあらららららら,ら,ら,ら地図書いていいですかはい、叩いてくださいいただくところです皆さんコメント <laughs> どうぞ,どうぞああ、あるんだ、書くのあるんだあるんだこれって水星ですかあこれ水星ですホイトボードバーカー何それ略,略地図ってやつのも習ってますから僕はこうやって、世界地図日本式よりイギリス式の方が覚えやすいですねえイギリスを中心にってことですか えー、俺でも日本中心のやつしか見たことないイギリス中心にしたら蝶々みたいなんねえあ、えー、あ,あそっかそっかこれがこっちが中心になるからこれがこっち来るから蝶々みたいになるってことねあーピンときてない,はい,はい、はい、えーうん、嘘そ <laughs> <嘘>う々、あチあウあョああこの辺か、えー、イギリスはあーあーうるさいな <laughs> 2> 1 2, あ1 2 3 4 5四五。 6, 6でしょ1234566ですね6個はい5代えー、6個広なみねさんが五大大陸だからオリンピックだそうですああ南極ないんだ、うん、五輪にねそまあまあそれそうですよねそういうこと <laughs> 人住んでないですも人住んでないよねうん、だから探検隊しかいないよね探検隊まあ見るのかな探検隊南極ね一回行ってみたいけどな、うん いやいやいやカーできないでしょ。爆発的ですね、音楽。マジで爆発的だもん。イヤホンやばいヘッドホンやばいんだけど。やばいんだ。やばいんだけど。ヘッドホンだった。ステキャストの方は聞けないかもしれないですけど。じゃマイク上げます。はいはい。はいお送りした曲はライムスターの爆発的でした。忘れてましたね。爆発的に忘れてましたけど。この曲フューチャリングしてるんですよ。 というと、サイプレス上のっていう方と、うん、あとハンガーっていう方だったかな、がフューチャリングしてるんで、うん、こうフューチャリングって入れた方がいいのかなと思って、ああ、あのフィュート、フィューフュ,フュってート、そう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 我々フィュって読むのかもわからないですけど、なあはい、なあはいじゃね、なあはい、いやはいだれ、ししね、<laughs> はいというわけでもうエンディングですよ。そうですね、あと五六分で終わりますけどね、はい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 、なん、ね、もう終わりですけど、一ヶ月経ちました。 1>, 1ヶ月経ちますよ。すね、始まってから。どうですかね習慣的に。習慣的に。あ、でもそんなにね、この時間から何かやるっていうわけでもないんで、うん、そんなにきつかなくないですかどんなですかあ、まあ学校がね、ないとね、そこまできつくないですね。学校あったらきついきついね。あそう、そうなのちょっときついね。<laughs> 時期によってはきついね。<laughs> 腹立つな。つないや、<何>でも、いや、いろいろじゃないかな。いや、だから時期的によ。 テスト期間とかは確実にきついよ。ああ、それはだって、やらないといけないし、次の日テストあったり、その次の週にテストあったりだってあるかもしれないじゃないか。はい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 。っていうことですけど、まあ。見方がちょっと鼻につきますけど。鼻につく。はい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 。いうことで、なんか時間的に厳しかったりとか。もうあるのかなって感じですね。先週、先々週あたりはそんな感じがしたね。そうでしたね。ずっとあれですもんね。 あの勉強してましたもんねこ、うん、んな感じかなっていう感じだけどね大学生やりながらですからねはいまあまあきついっすよね全然仕事来てないからねまだ <laughs> そ<う>俺なんかねそうだね全然そんなに忙しくはないんだよなこのお笑いとしてはねそうそうそう,そうまあまあ大体1年目ですからね、うん、今からあの頑張って事務所もね売り込んでくれると思いますし僕たちも 俺がんばるしかないですからそのネタとか磨いておくしかないですからね呼ばれてもおかしくないように死んでるの相づちぐらい打たないかな普通ちょっとどんな話するのかなーってちょっと聞いてたわけよ、えー、聞くにしてもなんかはあはあとかやるでしょ <laughs> 聞いてたわけよラジオなんだからどんな話するのかなーお,前お前ラジオで聞いてる人もいるんだぞこれ多分多分分からんけど <laughs> <laughs> いるのかなーっての分からんけど シュプリームさん1ステージ200円ぐらいっていうことで。っていうのは、ー、ステージによりますね。もらえるのがいあでういうあ味そういう意味か、そういう意味か。ステージによる、ね、どうだろうね。ステージによるんじゃないですか、これに関しては。うん、だからあの、自分の事務所のライブに関しては。 ゼロ円ですよねいろいろあるんじゃないですかステージによって例えばだからあれでしょ依頼されたお仕事のそそそうそうそう,そう、ね、会社によってやっぱ変わるんじゃないですかそういうのはまあまあまあそうじゃないですかね、うん、だ,だ,だから俺なんか出たことないからわからないんですよ <laughs> 1>, 1ステージ200円ぐらいかどうかも他のス,ステージに立てるかわからないんでちょうどでも来月3月ですかあの、うん、ゲラゲラ笑わないとああそうですね出ますね出るうんということでぜひ来てください皆さんも来ていただいれば いいかなとでえー、っとじゃあもうそのまま告知しましょうかねはいえ二十七日来週の二十七日火曜日には平成期というライブがありますので、うん、若手中心でやっておりますので僕たちチョップスイックスも中心で出ておりますはいこのラジオでこの告知をするのは三回目ですので<ー>ね三回聞いてる人は確実に来るっていうこのあのそういうモードにしてますどういうモードそれそういう周波数で送り込んでます僕はどんな周波数です耳にね耳にね もういいよ2回言わなくて、うん、自信ないときだろ2回言うのは追い込んでます追い込んでますじゃないよ <laughs> <laughs> ちっちゃい声で <laughs> いやもう,ずもう楽しいですからね平成期もあーそうですよあーまあ見てる側は分からないですけどやってる側はとっても楽しいのでうそ,うそうそうそうですねはいその楽しさが伝わればいいかなと思いますけどね先月はクリスマスだったっけえー先月はクリスマスですね,ね偶数好きにやってますので先月クリスマスのちょっとねプレゼント交換とかをやってああやりましたねプレゼント交換ね今月2月 さあ何をやるんでしょうか楽しみですねー何やるんでしょうか僕たちもまだ分かれませんでよー <laughs> 何やるんでしょうかねー <laughs> 何やるのかな本当に皆さん楽しみにしていてください、はい、よろしくし絶対楽しいですからねまあねお金取ってるわけですからねああ楽しくないわけがないですよ当本当にその本当に楽しくないわけがないんですよね本当、うん、にねお金払ってますから <laughs> その分のねあのー 芸はしないといけないっていうあれやつですよねこれあの喋、ー、ることがないのに時間が <laughs> あるというやつですよねだから僕はちょっと様子を見てたんですよずっとどうするのかなっていやいやかそれを二人で潰すのがラジオだろう <laughs> どうするのかって見てたわけ二人で潰すんだろうそういう時間を二そうそう人でやってる意味ないだろうお前一人参加しないんだったらえっ喋れべれ <laughs> なんだばや喉取れ喋らないんだったら <laughs> うん、頑張っていきましょうか <laughs> いやいやいや。やだよ、マジで。頑張っていきましょうか、やだよ。<laughs> 頑張っていきましょうかね。いや、僕があれなんですよ、1から3回目、見たんですよ、1回、とりあえず。あ、見たんだ、<自分 S 1> 俺も見たいな,なって。見たわけ。はいはい、もう喋る数が違うから、何が何が喋る日が。喋りすぎてたなと思って。ああ<ー>、いや、お前、今日喋らなすぎて <laughs> ちょっと様子見てみようと思って。もう7割ぐらいは俺が喋ってるんじゃん。そう、だからそう、そんぐらいだったわけ。 だから見てみようと思ったんですけどまあこれから来週が楽しみですよね何がどう僕たちがどうのし上がっていくかお前喋らないのはいいんだけど喋ってるところも薄いわけよあの喋らない時ってか考えてからまとめて喋れよ喋らないんだったらそれなりにありあり薄いとか言うなありありあり薄いとか言うな何もないやしないよ告知したんだからそうだろう。だからそこを二人でつなぐんでしょう 薄い紙気にしそんな薄くもないしキャンさんの髪が薄いということで今日のラジオのまとめですけどそんなまとめだだね今日のラジオは終始キャンさんの髪が薄かったんでしょうね帽子かぶってるからな分からんからな帽子かぶっても僕は投資できますので腹立つなありがとうございますお後がよろしいようでよろしくないです今回も終わりますけどまあ本当にね火曜日の

そうね、行とも聞いてんのかなありがとうございます寝てるかなあーどうなんだろうねああ今日も終わりましょうはいそしたということでまた来週もよろしくお願いしまーすはい、よろしく